大谷はヌートバーが自分の時計に興味津々なのに気づき、条件付きで挙げた吉田はメジャー1年目の大切な時期だったため、栗山監督から WBC 出場を止められていた WBC 決勝で先発した今永は、試合前のブルペンで緊張しすぎて1球もストライクが入らなかった。メキシコ戦9回の裏、牧原は不調の村上に代わって代打が来ると思い、唇の震えが止まらなかった。大谷が高3の時人生設計で、27歳で WBC の MVP を取ると書いていた。